物理学の思想と方法。中世のヨーロッパ文明。5世紀から15世紀まで。中世ヨーロッパ社会は、ローマ時代から引き継いだキリスト教、ローマカトリック教会が、宗教、社会、政治において支配力を持っていたのです。5世紀初め、ゲルマン族が侵入して以来、強大を誇ったローマ帝国は半島を失っていき、没落していったのです。さらに、アラビア人がヘレニズム文明の中心地であったアレキサンドリアを占領し、ヘレニズム文明の象徴であった図書館を焼いてしまったのです。北方からのゲルマン民族の侵入、南方からのサラセン、イスラム教徒の侵略により、ローマ帝国は崩壊していったのです。中世の思想的、文化的、政治的中心は、キリスト教、ローマカトリック教会であったのです。ギリシャ、アレキサンドリア、ローマ時代に高度に発達した自然科学は、そのままヨーロッパ文明には引き継がれず、アラビア文明圏に引き継がれ、それがヨーロッパ文明圏に逆輸入されたのです。ルネッサンスの開化においてそのような経緯を経たのは、カトリック教会、キリスト教神学の存在がヨーロッパにおける自然科学の発達を抑制したと思われます。しかし同時に、中世ヨーロッパ文明がルネッサンス以降の自然科学の発展に寄与した点も事実なのです。修道院の果たした役割。中世ヨーロッパ社会においては、修道院および修道僧は当時学問をすることのできた唯一の組織であり、階級だったのです。日本においても仏教伝来以後、江戸時代以前までは、学問ができるのは寺院であり、僧侶階級だったのです。最澄の開いた天台宗延暦寺は、当時の総合大学であり、大学院であったのです。中世ヨーロッパの修道院には、多くの知識、文献、試作の結果が蓄積され、継承されていったのです。中世の修道院が、アラビア人によって伝えられたギリシャ哲学、アラビア哲学、自然科学を取り入れたことにより、中世キリスト教的学問が豊かになり、近代自然科学の成立につながっていったのも事実であります。その反面、キリスト教会、修道院の僧侶により、キリスト教の教義と反するアラビア哲学、あるいはイスラム教義は排除されたことも事実であります。中世修道院が学問の中心であったことで、ナポリ、ケンブリッジ、パドバ、ローマ、ソルボンヌの各大学が修道院により開かれていったのです。各有私の母校である上智大学も、ローマカトリック教会の修道院の一つ、イエズス会の開いた大学なのです。中世の修道院、修道僧たちの果たした役割の一つは、キリスト教思想とギリシャ思想
言い換えるとキリスト教思想とヘブライ・ユダヤ思想とヘレニズム文化・普遍的思想との統合の歴史であったのです。具体的に言えばギリシャ哲学から引き継がれた存在論、すなわち物質的な現象だけではなく感覚を超えた対象、超自然的存在も認識するということなのです。さらに宇宙論的立場に立ち、時間と空間、歴史に対する考え方、これらがヘレニズム思想をさらに豊かにして中世ヨーロッパ文化圏を形成していったのも事実であります。唯物論的な考え方よりも宇宙全体がある目的を持ち神を中心とした世界であること、究極の存在の根拠として絶対的な神の存在、それが自然現象だけではなくあらゆる人間の存在に根本的意味を認める思想がキリスト教の根本思想だと言えるのです。このキリスト教の根本思想を中核に中世ヨーロッパ文化圏を形成していったのです。同時に古代ギリシャ、ローマ時代から近代につながる自然科学の歴史においてアラビアの科学、その根底にあるインド哲学、インド科学の役割も見落としてはならないのです。このため INU 公開講座は物理哲学講座、数学理論講座を中核として仏教哲学講座、インド哲学講座、イスラム哲学講座、キリスト教哲学講座で構成しているのです。アラビアの科学、8世紀から13世紀にかけてアラビア人を中核とするイスラム文化圏は古代から中世において西洋文明に大きな影響を与えてきたのです。7世紀頃からギリシャの古典の翻訳が盛んに行われ、それらがスペイン南部、アフリカ北岸を経由して西洋社会に伝わっていったのです。アベロニス、1120年から1198年はアリストテレスの思想の紹介、数学、科学の新しい知識を西洋に伝えたのです。現代使われている大数学、アルジェブラとはアラビアのという意味ですが、科学、化学上でもアルコール、これもアラビアという意味が込められていますが、といった学術用語にもアラビア語の影響が残されているのです。日本文化においても中国文化、インド文化、西洋文化およびそれを経由したイスラム文化の影響を受けていることは間違いないのです。ルネサンスへの移行期、13世紀から15世紀にかけて中世ヨーロッパ社会は13から15世紀にかけて政治的にも経済的にも大きな変化を経て新しい時代に入っていったのです。その契機になったのは11から13世紀にかけての十字軍の派遣と、それによるイタリアの都市国家が富を蓄積し都市国家として勃興し、
文化的に多くの発展をしたことです。ナポリ、ケンブリッジ、パドヴァ、ローマ、ソルボンヌの修道院を基礎に置いた各都市の大学の開設が学問の発展に大きく寄与していったのです。ルネッサンスの移行期において自然科学の発達に貢献した学者たちは修道院の修道士だったのです。この時代、自然科学で大きな役割を果たした学者の一人がドイツのドミニコ修道院の修道士アルベルト・マグヌスであります。彼はアリストテレスに関する多くの著作を残しています。イギリスのロジャー・ベーコンは自然科学的方法論、すなわち多くの現象の共通項を抽出し、そこから法則を見出す機能法を確立したのです。これは自然科学研究の基礎となっている方法論であります。この時代、ドミニコ会修道士、トマス・アクイナスはアラビア人によって伝えられたギリシャ哲学の古典、特にアリストテレスを再び西洋社会に紹介し、形而上学の体系をキリスト教神学と結びつける業績を挙げたのです。彼の豊富な知識と論理的体系化により、キリスト教神学は新たな段階に入ったと思います。このような修道院を拠点とした修道士たちの業績が来たるべきルネッサンスへの勃興に備えた仕事になっているのです。繰り返し言っておきますが、社会を改革する変化というものは突然起きるというわけではありません。そこに至るまでの地道な努力の積み重ね、業績の積み重ねがあり、いわばポテンシャルエナジーが高まり、ある臨界点を迎えたとき、イタリアにおけるルネッサンス、フランスにおけるフランス革命、ロシアにおけるロシア革命、日本における明治維新となって発言したのです。さて、これからルネッサンス期に入っていきます。ルネッサンス、フランス語のルネッサンスは再生、復活を意味するフランス語であります。一義的には古代の古典、ギリシャ、ローマの文化を復興しようとする文化復興運動であり、14世紀イタリアで始まり、西洋各国に広まった運動であります。およそ1000年の間のキリスト教支配のもと、西ヨーロッパ文化圏では古代ギリシャ、ローマ文明が継承されず、文化的発展をすることはなかったのです。この時代、イスラム文明が勃興し、古代ギリシャの古典がアラビア語に翻訳され、イスラム社会の世界観の構築に大きく寄与したのです。中世ヨーロッパ世界では、修道院の修道士により、アラビア語に翻訳されたギリシャの古典がラテン語に翻訳され、ルネッサンスの基礎となっていったのです。翻訳作業の大半はイスラム圏とヨーロッパ大陸をつなぐ中継基地ともいえるイスラム支配下のスペイン南部において行われ、この作業にはイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒など数多くの翻訳者集団が参加したのです。
ルネッサンスの中心地となったのは、地中海貿易で繁栄した北イタリア、トスカーナ地方の諸都市であります。特にフィレンツェは毛織物業と銀行業が盛んになり、大きな経済力を持ち、ルネッサンスの中心地としての役割を果たしたのです。このルネッサン期を代表する自然科学におけるパリの天才を紹介しておきましょう。レオナルド・ダ・ヴィンチ、1473年から1543年は、彼は芸術家として有名だけではなく、あらゆる方面の自然科学とその応用としての技術に優れた才能を持っていたのです。彼の研究は自分の研究ノートにのみ残され、外部への発表、教育、実験による検証はなく、まさに孤高の天才と言うべきだったのです。ただし、画家、芸術家としてはモナリザ、最後の晩餐といった人類の宝ともいう作品を残しています。彼が自分の研究成果を自分の研究ノートにのみ残したことは、一つには当時彼の周辺には研究成果を発表できる古代アテネの学童といったコミュニティがなかったからだろうと思います。技術面での実験、試作等がなかったことは、当時の科学技術では彼の理論を実現できる技術に蓄積がなかったためでしょう。このことは古代ギリシャの偉大な科学者、技術者であったアルキメデスにも当てはまることです。時代を超えた天才科学者は、その才能を自分の頭脳だけでできる理論研究にその才能を発揮するほかはなかったのです。次にニコラウス・コペルニクス、1473年から1543年彼はポーランドとドイツの国境の町に生まれ、長年の観測結果から地動説を唱えたのです。彼は聖職者であったため、教会の宇宙観と反する地動説の発表を躊躇し、死の直前、主著である天体の回転の運動についてとして発表したのです。彼の唱えた地動説では、天体の運行は完全な円運動であると考え説明しようとしたのです。それはアレキサンドリア時代のプトレマイオスの手法を踏襲しているのです。これは天上界は地上世界とは全く異なる霊的世界で、天体の運動は完全な円運動をしているとの古代からの宇宙観が根底にあるのです。この結果、地動説では太陽系の運行を正しくは記述できなかったのです。コペルニクスの後、ケプラーが膨大な観測結果を分析し、惑星の運動は太陽を一焦点とする楕円軌道を描いていることを発見し、太陽系惑星運動の正しい記述に抵抗したのです。これら科学の発展以外にも、コロンブスによる新大陸の発見、バスコ・ダ・ガマによるインド航路の発見、マゼランによる
世界一周という人類史上の偉業は航海術、力学、天体測定等の技術、その背後にある自然科学の発達が次の時代の近代科学の成立につながっていったのです。2016年1月20日、 INU 研究機構学長教授である久保です。